こんにちは、キミチルチャンネルのキミです。今回は猿でもわかる運転免許学科試験第3項ということで規制標識の意味について解説していきたいと思いますこの規制標識というのは非常に多くの種類がありますので今回は丸1として12種類の規制標識について解説させていただきます解説していく標識はこちらになります全て赤丸 に斜線だったり赤丸に車、ね、線はしてはいけないといった意味はですね分かりやすいかと思うんですけれどもその中でも内側に書いてあるイラストが違ったりそもそも車線が2本あったりとですねいろんな標識がありますのでしっかりとですね理解をして覚えていきましょうではまず 左上の1番から4番まで解説していきます。左上の赤丸に車線が2本、×の標識、そして青字で通行止めと記載されている標識があるかと思うんですけれども、こちらはそのまま通行止めの標識になります。そして左下が赤丸に1本車線、車両通行止めの標識。そして右上が赤丸に白い横棒。 これが車両進入禁止。こちらの車両進入禁止と、左下、丸2番の車両通行止め。似たような名前なんですけれども、意味が少し違いますので、後ほど解説させていただきます。そして右下、赤丸車線に自動車のイラストが書かれた標識。こちらは、二輪の自動車以外の自動車通行止めの標識になります。これらの詳しい意味を見ていきましょう。まず一番、通行止めについて。 こちらは歩行者や車、路面電車のすべてが通行できないといった意味になります。標識というのは車や路面電車に対しての指示だけだと思っている方も多くいらっしゃるんですけれども、歩行者に対しても通行止めの指示をしている場合があります。普段道を歩いている時も標識をですね、しっかりと見る癖をつけておきましょう。そして丸二番、車両通行止めについて。こちらその名前の通り。 車両、いわゆる車は通行することができないという意味です。第1項でも解説した通り、車両、車というのは、自動車だけでなく、原動機付き自転車だったり、あとは軽車両、自転車とかですね、こういったものも車両、車に該当しますので、通行できないというのを覚えておいてください。そして3つ目、車両進入禁止。こちらは、車は、 標識の方向から侵入することができないという意味になります。標識の方向というのがポイントで、この標識の反対側には一方通行のですね、標識があります。一通なので、その反対側の標識には、こういった車両進入禁止の標識があって、一方通行が成り立っているという意味になります。 この車両進入禁止の標識を見落として逆走してしまう方、たまにいらっしゃいますので気をつけてください。赤丸に白の白線、横棒は車両進入禁止です。そして4つ目。2輪の自動車以外の自動車通行止め。これもわかりやすいんですけれども、2輪の自動車は通行はできます。ただ、その他の自動車は通行ができません。 二輪の自動車というのは、大型自動二輪車だったり、普通自動二輪車が該当します。それらは通行できますが、その他の大型自動車だったり、中型自動車、普通自動車等は通行することができませんので、覚えておいてください。続いてはこちらの4つ。トラックだったり、バスのようなもの。そして二輪車のイラストが書かれています。左上から、大型貨物自動車等通行止め。 そして左下6つ目特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め7つ目が大型乗用自動車等通行止めそして右下8個目二輪の自動車原動機付き自転車通行止めとなっています左上の丸5番から確認していきましょう赤丸に車線そして真ん中にトラックのイラストが記載されているものこちらは 大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行することができないといった標識になります。普通自動車だったり、あとは原動機付き自転車を運転される方にはあまり縁のない標識ですが、こういった標識がある場合は大型貨物自動車が道を通れないほど狭いだったり、 そういったことも予測ができますので、標識の意味を理解しておくということは非常に重要になってきます。続いて6つ目。6つ目に関しては、先ほどの大型貨物自動車と通行止めの標識の下に、積 3t という記載がされています。これは補助標識、こちらですね。補助標識で示された最大積載量以上の貨物自動車と大型特殊自動車は、 通行できないという意味になります。最大積載量。このイラストで言うと、積載量が 3t。t というのはトンを表します。1トンあたり 1000kg を表しますので、3トンで言うと3倍の 3000kg。積載量 3000kg 以上の貨物自動車。そして、大型特殊自動車は通行できないといった意味になります。 続いて右上の7個目赤丸車線にバスのようなイラストが書かれた標識になりますこちらは大型乗用自動車と特定中型乗用自動車は通行できないという標識になりますそして右下8個目赤丸車線に2輪の自動車が記載された標識になりますこちらは 二輪の自動車、そして原動機付き自転車は通行できないという意味になります。普通自動車免許を取った方は原動機付き自転車も運転することができます。そのため原付きを運転される方はですね、より注意深くこの標識について理解しておいてください。そして今回の動画最後4つがこちらになります。左上から自転車以外の軽車両通行止め。 自転車通行止め、車両組み合わせ通行止め、大型自動二輪車及び普通自動二輪車、二人乗り通行禁止となっています。左上から確認していきましょう。9個目のこちらの標識は、自転車は通行ができます。ただし、荷車やリアカーなどは通行ができない標識になりますので、覚えておいてください。そしてその下10個目。 自転車通行止めの標識赤丸車線に自転車のイラストが記載されていますそのままの意味で自転車は通行することができませんこちらの標識に関しては自転車に関する通行止めの標識になりますので知らなかったよという方はですねもう今日から意味を認識して通行しないようにしましょうそして右上 赤丸車線に4輪の自動車、そして2輪の自動車のイラストが記載されているもの。こちらは表示板に表示されている車。今で言うと4輪の自動車、そして2輪の自動車は通行することができないといった意味になります。そして最後右下。赤丸車線に2人乗りの2輪車のイラストが記載されています。こちらは大型自動2輪車と普通自動2輪車は 人乗りりをししてて通行してはいいいけなないという標識になります。ただし括弧の中速車付きのものいわゆるサイドカーといった類のものは除きますので注意してください以上で「猿でもわかる運転免許学科試験」第3個規制標識の意味1について解説終わりたいと思います規制標識について 似たような標識がたくさんあって覚えにくいと思うかもしれないんですけれども運転をしていく中では非常に重要なものになりますのでまずはですねこちらの動画を繰り返し何度も何度を見ていただいて意味をしっかりと理解していただければと思いますまた次回以降もわかりやすく解説していきたいと思いますのでよかったらチャンネル登録をして次回の動画も見てください終わります最後まで ご覧いただきありがとうございました高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします